どうしたの？セナ。俺には何にもない。俺にはセナしかいない。やり直そう。やり直せない。コウキは私の気持ちは考えないの？セナの気持ち？自分がやり直したいって言ったら私がすぐ機嫌直してついてくると思った。私ずっと不安だった。不安？コウキには分からないよね。私が今まで会社でどんな気持ちでいたか。そんな時にあんなところ見て。もう二度としないから。絶対俺にはセナが必要なんだ。ずっと一緒にいたい。やっぱり無理なんだよ一緒にいるのは。コウキ同棲するときお母さんに挨拶してくれたよね。それは嬉しかったけど、でもコウキの家族には紹介してくれなかった。それは私がふさわしくないからだよね。コウキの家に。そんなことない。俺は私気になる人がいるの。え？俺と付き合えって言いましたよね。ああ。私今は誰とも付き合う気はありません。でもあなたといるとなぜか安心するんです。どうしたんですか？救急車？救急車？陽子？発作は落ち着いたわ。あとは安静にしてろとしか言えない。やばいって顔に書いてあるぞ。医者失格だな。ふざけないで。ふざけてない。受け入れてるだけだ。諦めてるだけじゃん。なんであの時心臓移植してれば。彼女は外で待ってる。突発性拡張型心筋症。
した病気じゃない。もう遅い、帰れ。ここにいます。いさせてください。そばにいてほしい。彼の手のぬくもりがそう言っている気がした。そして私もこの人のそばにいたい。そう思わずにはいられなかった。移植するしかないの。移植？父さんの意思。それができるのはあなただけなのよ。俺はマザコンだ。自分で言いますか、マザコンって。結婚だけは好きな人としたいんだ。もしも願いが叶うならずっとこのまま。少しだけ滲む